クリックプレイは、フッツ、クリックティムが開発した 2D ゲーム開発ソフトである。日本では富士通、富士通パレックスがローカライズし販売した。プログラミング言語を一切使用せず、ほぼすべての作業を GUI を使った直感的なマウス操作のみで行う。後継ソフトには、クリッククリエイトマルチメディアフュージョンに、クリックティムフュージョン2.5等がある。 クリックプレイではゲーム作成の各過程を以下のエディタに分けている。フレームの一覧を表示し、追加や削除、設定を行う。フレームとはゲームの各場面を分割したもので、ピクチャーフレーム、アニメーションフレーム、レベルフレームからなる。ゲームのコアであるレベルフレームの編集を行う。ここではオブジェクトを作成し、画面上に配置。 また動作パターンの設定などを行う。ゲームを実際に進めながら発生したイベントに対するアクションを設定していく。どんなイベントがあるか知らなくても良い初心者向けの機能だがあまり高度な設定はできない。イベントに対するアクションを設定する。ステップスルーエディタよりも高度な設定が可能。クリック プレイフォースクールズは公式サイト上で配布されていたクリックプレイのフリーソフト版。2012年現在公式サイト上での配布は終了している。再配布は許可されているためインターネットアーカイブや有志のサイトなどからダウンロード可能である。ありがとうございます。